お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトオールブレイクが久々にやっていきたいなと思います。というわけで、さあこちらの方ですね、なんかメガナイトオールブレイクはマジで無限に型があって、まずユーノが、ミニペカユーノのどっちかで、サンガゴが、まあ前までだったらコウモリですね、コウモリとサンガゴのどっちかだったんですけども、まあコウモリがやっぱ下放されたというところでは、もうなんかガゴがね、当たり前なのかなと。いうわけだったら、このロリババの枠が、まあ、ロリババかゴブリンのですね、パターンがあります。あれちょっと待って、これデッキ間違ってる。スケバルの枠はディガーですね。いや、マジで申し訳ないですね。はい。というわけで、まあ、そんな枠で、いろいろパターンがあるんですけど、一番今使われてるのがこの方かな。はい。ユーノサンガゴのロリババザップ型ですね。まあ、この方だと、枯渇とかクロスですね、に対して勝ちやすいというか、まあ、勝てる可能性が全然あると。いう感じですね。まあ、ゴブリンの方もめっちゃ流行ってましたけど、まあ、ゴブリンよりは、タルなのかな。タルの方がなんか、なんだろうね。まあ、防衛でも攻めでも安牌って感じな気がします。さあ、で、回転が速いので、どん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 冴えてきますね。で、この相手、僕知ってますよ。アントニーは、クロスホグです。これ、ホグありますよ。相手のデッキ、マジで。で、ヤリゴブ出たっけ？ヤリゴブリンもいるんですよ。あ、違った。待って、たまたまザップ構えたら、なんか出てきたって。あ、やり込みいましたね。最初出たっけ？ごめんなさい、出てたら。さあ、これ、クロスですね。相手のデッキ。いや、これ、マジで、この人のデッキ、一回動画に出したことあるんですよ。多分、あ、アントニーじゃねえ。ごめん。アントイニーだ。アントイニーかどうかすらもわかんないんですけど。いや、待って。あ、怖っ。よし、さあ。というわけで、なんか影が動いてたんで、なんか悪いと思って。あ、ちょっと待って、最悪。ちょっと待って、待って。ごめんなさい、ごめんなさい。今のところちょっと事故ってますが、まあ、言うて勝てると思いますね。あ、めっちゃいい防衛してきますね、相手。隙網もある。で、ホグですね。で、僕としては、まあ、クロスっていうよりかは、ホグですね。ホグのダメージをどれだけ抑えられるか。まあ、クロスは、まあ、今みたいなメガナイトとかで、抑えられるんですけど、まあ、ホグにメガナイト使った方がいいのかな。まあ、ホグを、まあ、ガチで防衛するのが理想ですね。で、相手のデッキにスペルがあったかどうかが覚えてないので、マジで結末とかしちゃいますね。ファイボかロケットがあったか覚えてないですね。で、ウッドで、まあ、僕のね、ユニットは通らないよと。スケブかな。いや、マスケですね。まあ、マスケから来たら多分クロスちゃきられそうですね。まあ、でも今回メガナイトがあって、タルババもあるので、で、これはタルババで引きつつ、サンガゴがあれっすね。なんか柳目があって、全然。OK、ザップ。ほら、いや、いい。で、ユーノが走る。で、もう一回ユーノが走れ。いや、いいですね。いや、ペースとしては非常に悪くないですね。で、相手もちょっと回転が重いので、これに蓋ができないですね。よしよしよし。で、ウッド裂いてディガーやりゴブ。あ、柳目があんだ。いや、忘れてた。やべえっすね。まあ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 。で、まあ、相手マスケがきついんですね。矢座なので、マスケがきつい。非常に殴るとしては悪くない。で、マスケも、まあ、回ってない。回ってるかな、ワンチャン。よっしゃい。さあ、ジャンピン？レッツジャンピン。で、まあ、タルババでね。いや、これ勝ちましたね。なんか、相手矢座アップなので、なんかきつそうですね。なんならザップいらないけど、あー、ゲイン、グッティ、グッティ、アントイニー、ナイス！さあ、ってなわけで、まあ、これは、全謎にクロス受けミスったのは痛いですけども。まあまあまあ。タルザップですね。これも結局ゴブリンだったら負けてたんですよね。なので、こう、タルザップがね、やっぱこう、万能かなというところですね。はい。というわけで次いきます。よろしく。まあ何がきついだろうな。一番きついのは、ゴレか。あ、ゴレダクネされたら終わりますね。なんか大型ですかね、結局。でも、大型の中でも、ラバーはちょっとまだ勝てる可能性が全然ありますね。そうなんですけど、ゴレダクネは、ほんと止まんないですね、火力が。うん。ゴレダクネだけは勘弁というところで、さあ、ロイジャーを引いてきました。で、これ、ロイ使って、絶対カウンターしていいと思うんですけどね。単体ロイはアードだと思いますね。で、ここで、まあ、ユーノカさんが追加してえなと思ったんですけど、いや、最強、ババマッチョ来ましたね。いや、家の追加しちゃおう。一応ザップ構えて。あ、ハイボ防衛か。いや、めっちゃいい防衛だな、それ。いや、めっちゃいい受けだな。さあ、相手が、ロイジャイ、ババ。
ババロイジャイババの、なんだろうね、スケファイボ、ちょっとまたまたね、ファイボザップですね。ファイボザップロイジャイファイボですね。まあ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 。今んとこはまだまあまあ、なんか普通のロイジャイかって感じですね。で、アーチャーもいたのか。ウッドもありそうですね、これ。で、まあ、ファイボそう、サンスペのロイファイボアーチャー。のサンスペ、ロイファイバーチャーのサンスペ、これザップ来るかな。まあザップ来たら来たなんですけど、ワンチャンババ囲んできたら突破します。多分これ突破できるんですよね。いやー際どいか。まあ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 、まあ、自分から攻めるとちょっとやばいかもですね。あースケか、ロイジャイスケアーチャーサンスペのマスケ、ん、マスケいたっけ、いねえな。スケアーチャーババサンスペロイのもう一枚ですね。もう一枚だ。なんだ。いや、結構いやらしいデッキっすね。サンスペっていうのが、単純にこの僕のウォールブレイカーが刺さりが悪い。あ、テスラ。もっと悪いやつ出てきたっすね。まあでも、こっからですね。相手にもファイボ裂いて、流れとしては完全僕にあるんですけども、ババはまあ多分突破できるんですけど、タルですね。タルの突破方法と、まあ、ファイブが多分飛んでくるんですよね。うん、そうですね。そしたら、サンガゴと、いや、それやべえな。いや、でもこれ飛べる。いや、ワンチャンあるな、マジで。言うのが、言うのがきついですね、相手。気づいた。で、これ言うのが走る。うわ、めっちゃいいアーチャー、それ。いや、アーチャーがいい味出してんな。まあ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 。で、これ結末して、ワンチャンファイブ誘ってもいいかもな。サンガゴが相手絶対きついんですよ。で、メガナイトでワンチャン1秒止めたら、マスケにファイブ当たんないってか、たまにあるんですけどね。さあ、これですね。こいつを突破しなきゃならんのですよ、と。で、タルババ欲しいな。タルババで。タルババでね。で、いやー、これやば。ちょっと待って待って。これ多分あれっすわ。無理っす。これやばくないっすか？結構やばいやつ引いちゃったまであるな。でも、ファイブを、まあ、ロイ来たら逆にワンチャルまである。で、これ5来るんで、サンガゴ速攻出したいですけど、いや、来ない、ちょっといい防衛します。攻めしますね。で、ディガーで削る。ウォールブレイカーのタイミングだな。さあ、ババ？え、ザップ？え、来た！来るの？サンガゴ追加。いやー、ババ残ってる。いや、来たー！神座じゃない？神タル座。で、ウォールブレイカーはウッドザップで、ちょっとやられるのが嫌なんで、ユーノ追加してあげると、グッドゲーム。いやー、正直諦めてた。諦めてたけど、あれか？逆に相手は、まあ、スケアーチャーとかでキング起動されると話はまた変わるんですけど、気持ち的にこう、アーチャー、スケ、ババっていう複数系のユニットしかいなかったので、まあ、テスラは別としてね、これメガナイト系はちょっと苦しかったっていうのあったかもしれないですね。なのでこう、逆にババさえ突破してしまえばみたいな。最後みたいにね。真ん中に、ババさえ突破してしまえば、逆にこう、きついっていうところで、ええ感じになりました。さあ、今回相手は、ディガーと、ヤリゴブギャング。迫撃か、迫撃かな？迫撃の顔してますね、これは。さあ、ナイト、スケバレーとかがあるんですけど、まあ、これも結局タルザップなのよ。マジで、待って、メガナイト逆行った。うわ、最悪だ。うわ、これマジでごめんなさい。いやー、萎えるわー。これはやばい。単純に俺が萎える。よし。でも、やりごぶ追加して、とりあえずね。あ、タルバー追加、そう、いらんな。メガネと強えもんな。よしよしよし。まあ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 、やってくれ。やってくれ。やべえ。タルババ使って結構やばいけど、あれ、ザップがあるな。いや、マスクのダメ痛いかな。よしよし。よいしょ。オッケーですね。相手の攻めが、いや、これワンチャンエリねえの分かってたら、橋前ナイトギャングとか来ますね。やりゴブなら無視の、ギャングなら耐えます。そうですね。あの、相手のマジダメージは迫撃と、あいつしかいないので、まあ、スケバレしかいないので、このダメージさえ耐えてあげれば僕は負けないんですよね。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。さあ、こんな感じで、ちょっとおしゃれに、ね、受けてあげます。いや、これちょっとナイトが痛えか。ファイボ来たら、ちょいヤバぐらい、言うてか。来ないですね。まあ、ない、なんかが来そう。遅れて、そんな感じがしましたね。遅れてって、いいタイミングに来ましたね。さあ、うちのマスケは強い。オッケーオッケー。ここまで耐えれば、さすがに大丈夫だと思いますね。なんか今さっきの迫撃受けも、しっかりね、良かったんで。
これ反撃受けれなかったな。まあ、ザップでいいや。ザップでなんならタゲも変わるし、ギャングも処理できる。一発入る。で、ギャング咲いたので、よしよしよし。で、これ樽があるんで。いやー、このラックダミ痛いっすね、個人的に。スケバレのラックダミが強い今である。いやー、ちょい CB だな。なんでだ？まあ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 。言うてこっからみたいなとこありますね。サメがないと、いや、これやべ、言うのに言ったら入っちゃうな。で、これ、迫撃のダメ、受けたらダメなので、ウォールブレイカーとか使ってまで耐えます。で、多分、ディガーに竹が行きます。オッケー。やばい、行くけど、みたいな。オッケー、やり込むに行く。いや、でかい、それは。いや、一発入るなぁ。いや、ちょっとやばいっすね。メガナイトサンガゴの形が間違いなく強いんですよ。で、同祭はちょっとね、怖いですね。一回逆食います。で、三角まで組んで、こっちにマスク出してあげて、言うので追加、突破。これ突破測りたいですね。よいしょ。そうそうそう。いや、いい。ペースは悪くはなくなってきたけど、いや、マスク強いな、あれ。もう一回下方いるんじゃないっていうぐらいちょっと強いですね。やば、相手が、お前、そこで攻めてくるかっていう時にちょっと攻めてきて、やばい。ちょっとだけやばいですね。いや、いい。逆サイディガーが結構入ってますね。よし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 。で、耐える。このダメージ痛いですね。で、相手は、オッケーオッケー。これめっちゃいい攻め。この、ウォールブレイカーね。ザップ打って、いや、ワンチャン2発入る、しかも。来た。ご両せ。いや、ご両せないか。なんならピンチ、なんならピンチ。なんならピンチ。で、あの迫撃のタゲを取りたいので、うわ、最悪なところに出てきた。ブツが。やばいやばいやばい。オッケー、でも相手も防衛しないといけない。よしよしよし。一旦でかいな。一旦よく耐えた。で、まあ、とりあえず耐えですね。耐えて耐えて。この迫撃のダメだけでも入れたらダメですね。逆にダメを入れなければ俺は負けないまである。よしよしよし。で、あれか？ギャング受けされるので、こっち側を攻めてあげる。なんなら。こっち側を攻めてあげて、よしよしよし。いや、あとは、タイブレイカーですね。タイブレイカーで負けるか負けないかみたいな話になってきますよね。やべえよー、ちょっとだけ怖えー。一回、守り。一回守りね、撤収します。で、ここで相手がギャングを抑えたところで、さあ僕の攻めのターンですね。やべ、ちょっとだけば。よしよし。とりあえず、何かユニット出しておけば、なんか、おっきいだ、グッドゲーム。なんでディガーが頑張ったか、ウォールブレイカーを飛ばしてたので、300あったもんな。ウォールブレイカーが多分頑張った説ありますね。いや、でかいさ、ここで次ね、メガライトニング宝箱マジでゲットできたら神だな。メガライトニング宝箱4つ集める回やってるんでね、僕。あと2つですね。さあ、よろしく。さあ、とりあえず、ウェブセバーしていきますね。さあ、サンガゴがね、いい味出してますね。メガライトの裏のサンガゴが、まあ、柳雨にしかぶっちゃけ処理できないんですよね。そう、基本的には、こう、まあ、ザップとかファイボとかだと、まあ、なかなかこう、まあ、ザップ、使うってなるんですよね。そう、メガナイトの白さんが、ザップ使ったこといきますし、ファイボ使ったらアドになってマスケが生きてくるんで、まあ、相手が柳雨だった時は、ちょっとサンガゴね、気持ち腐るんですけども、まあ、言うて、そしたらウォールブレイカーにサンガが刺さりますよっていう感じですね。さあ、スパーキー行きましたね。これ、ワンテンポ遅れてから結末したかったんですけども、なんかサッカーじゃなくて裂いちゃって、これ多分やばいっすね。さあ、で、これちょっとね、マスク延命しないと終わるんでね、延命します。で、次ザップ打って、このメガネと残します。よし。で、トルネ、うっ !OK! いや、でけえ。トルネ5使った後で、結構きつい説ありますね。いやー、でけえマスク、なんなら折ってくれていいけど、で、エリキ振ってきた、ミニペッカがあると思うんですけど、このデッキ。多分トルネハイボーズアップの前シーズン2位のアゴニーっていう人が使ってたスパーキーですね。さあ、ミニペが間に合わない。で、僕としては、まあ、ケツスパされるなこれ、普通にケツスパされて、ヒースピもいるんで、まあ、ブップされて1本折られる率が高いんで、一回、ディガー三角で攻めちゃいます。そう、そうしたら、これ、無視したら結構入る。あー、オッケー、そうですね、そうですね。よしよし。で、なので、ここで、まあ、守れるかな。ジャイミニペ、スパーキーなヒースピーされると単純にきついんですけど、
まあまあまあ気合で耐えます。でトルネで巻き込まれるのも怖いんですけどね。よいしょ。さあ、まあザップがあるんでね、個人的にはやばい。ザップか、ザップが遅れた、やばいやばいやばい。でもこれいいタルババ、いやめっちゃいいタルババ。ヒースピで回復されなければ全然いいタルババですね。で陸行きちょっと節約するウォールブレイカーですね。でなんならディガーとかもね組み合わせてあげて、いやでも強いからタワーっていうのとかでちょっと削りつつね。さああと2000はまあ気合で気合で耐えるだけっすね、僕はマジで。いやー耐えれるかなー、これやばくないですか。なかなか鬼モードっすね。でファイブで巻き込まれるんでちょっと暇だなー、これ暇だなー、マジやばいっすよこれ。で個人的には裏目がないとか最強なので、よし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 。で一応ザップしてヒースピギでも壊れる。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、よくやってくれたぞ。これが大事ですね、このスパーギーに対して。なんか何でもいいんで、マスケでもユーノでも三角でもいいんで、基本的にそのメガナイト以外で盾をとかします。でメガナイト絶対盾に当て、盾じゃない、後ろに当てないと行かれますんで、絶対後ろに当てて、そこでザップとかタルババを使ってあげると後衛 VS メガナイトも結構勝てるんでね。まあレイジとかあると単純にワンパンされるんで、まあゴリ押しが基本的にはきついですというような、まあデッキなんですけども、結構ね、タルババも活躍してたと思うんでね、ぜひこの方使ってみてください。というわけで今日終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。